で、なんでこんなにこうかなり燃え広がったのかなというふうに僕ちょっと考えてみたんですけれども、はい、今の安倍政権の問題点ある種凝縮されてると象徴的ですね。例えば森友学園とか加計学園の問題っていうのはどういう問題だったかっていうと、はい、森友学園のケースでいうと首相の熱烈な支持者の学校経営者ですよね。まあ、熱烈な支持者に国有地を格安で売却するっていう形で、まあ、ある種こう支持者に利益誘導をする、うん、森友学園のケースっていうのも、はい、首相がまあ公言をしている腹心の友、まあ、お友達に それまで認められなかった獣医学部の新設っていうものを成長戦略の特区だって言って認めてあげると、うん、まあ、これも首相のお友達に利益誘導をしているということですよね。これの問題点っていうのは首相っていう立場はその首相を支持する人たちの立場なわけじゃないわけですよ、はい、僕にとっての首相でもあるし、はい、岩瀬さんにとっての首相でもあるわけで、はい、日本国の総理大臣、ね、そういうことですよ。自らが目指す政策の実現のために私たち自民党は自分たちが自ら積極的な社会体験活動をするということの中に自衛隊や消防等の体験をすると、この半年間の間にしっかりと社会というのをある意味では半分強制的、つまりそこの体験活動をした学生が入学の前提条件、みんな18歳で国防の義務ということとセットになっています。そうでしょうと、つまりこの国を守る義務があるから主権者の、としてのですね、権利行使、最大の権利行使であるこの選挙権、投票権を持っていると、まあ、こういうことになっているんです。それを翻って国内に当てはめてみますとですね、まず問題は、その国防の義務というものがですね、日本の中であるのかと。でこれは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、まあ、書いてあろうがなかろうが当然、この日本人が主権者とするなら主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、いや個人の権利、個人の権利、個人の権利、分かんないかと。韓国は徴兵制ですごく給料安いんです。徴兵制の間は親が仕送りしてきてるんです。月給は2万もない。ただあのぐらい徴兵しても国家予算にそんな負担ができない。そこで、まあ、国に対する忠誠心とかを覚えたり、自己犠牲の精神、自己犠牲の精神を植え付ける公のためにという部分をどっかで考える、上下関係というものを考えるべきだと思いますし、もっと大きなものを守るために個人の権利を抑えて今はこうですよという、だからそういう意味で憲法にそういう精神の規定もないから余計弱い。そして愛国心を抱えています。でも少なくとも自分の支持者だけに利益誘導するようなことをしちゃいけないよね、だけれども利益誘導してるよねと、おかしいでしょっていうところが問題視されたわけですよね。桜を見る会っていうのはもうこれまで報じられている通り、公費、つまり我々の税金で催されていて、首相が主催するっていう、まあ、ある種公的な行事なわけですよ。だったら日本のためにいろんな功績とか功労があった方々を招いてちょっと懇談しましょうと、これ自体も別に悪いことではない、はい、だったら別に首相を支持するとか政権を支持するとかしないとかじゃなくて、本当にあこの人は功労ありますよねっていう人を招いている限りにおいては別に問題にならないんだけれど、まあこれ伝えられている通りどうも